マリンウォール・ソップはアメリカ合衆国の女性指揮者。2007年からボルティモア公共楽団の音楽監督に就任している。ニューヨーク・マンハッタン生まれ。両親は共にニューヨーク式バレエ管弦楽団の楽団員。イエール大学に進学した後、ジュリアード音楽院で修士博士号を取得。1989年、タングルウッド音楽祭。 クーセビッツキー賞を受賞し、レナード・バーンスタイン、小沢聖治らに教えを受けた。1980年代には、ジャズとクラシック音楽の融合を目指した活動に力を入れており、1981年にビッグバンド、スウィング・ジャズを演奏する室内アンサンブル、ストリング・フィーバーをニューヨークで立ち上げている。1984年に組織したコンコーディア管弦楽団は、 クラシック音楽のジャズ風演奏、ジャズミュージシャンによるオーケストラ作品の演奏やヘンデルのメサヤをゴスペルバージョンで演奏するなど、やはりジャズとのクロスオーバーを主体としている。1993年にはコロラド交響楽団の音楽監督に就任し、注目を集める。またその在任中に友人交響楽団ロングアイランドフィルハーモニックの音楽監督を呼び、 リッチモンド公共楽団の準指揮者を兼任したほか、セントルイス公共楽団へ頻繁に客演するなど、客演の要請も多く、ヨーロッパにおいてもシティオブ、ロンドンシンフォニア、ロイヤル・スコティッシュ管弦楽団の主席客演指揮者を経験している。さらに2002年からは、ボーンマス公共楽団の主席指揮者に就任。2003年度グラモフォン氏、アーティスト・オブ・ザ・イヤーに選出。 同年ロイヤルフィルハーモニック協会の指揮者賞も受賞した。2005年、ユーリテ・テミルカーノフの後を継ぎ、ボルティモア公共楽団の音楽監督に就任することが発表された。これにより、オールソップはアメリカで初めてメジャーオーケストラの音楽監督を務める女性指揮者となった。当初、マネージメントサイドの一方的な決定であるとして、 楽団員側の一部に反発があったようだが、ほどなく解消されたらしく、2007年に正式に音楽監督に就任した。2009年には契約を5年延長して2015年までの任期を務めることが発表された。2012年よりブラジルのサンパウロ交響楽団の主席指揮者に就任することが発表された。録音活動にも積極的であり、 ナクソス等から数多くのレコーディングが発売されている。特にアメリカのクラシック音楽を多数録音しており、代表的なものでは、サミュエル・バーバーの6枚の還元楽曲集、かつて教えを受けたバーンスタインの作品集などがリリースされている。その他、ロンドンフィルハーモニー還元楽団を指揮してのブラームスの公共曲全集、竹光徹の還元楽曲集などがある。 同性愛者であることを公表しており、1990年からホルン奏者のクリスティン・ジュクスキートとパートナーの関係を結んでいる。彼女らには息子が一人いる。ありがとうございます。